こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。はい、今日はカラーメイクをしたいと思います。今日はみゆが大好きな紫の色を使ってメイクしていきたいと思います。お願いします。はい、アイシャドウを塗っていきます。アイシャドウはリンメルの001番です。では早速塗っていきます。こちらの一番上を全体に、まぶた全体に塗っていきます。全体塗った感じこんな感じです。お次に予想される二重幅にこの2番目の茶色を塗っていきます。ではぼかしていきます。ではぼかした感じこんな感じです。お次に3番目の濃い茶色をまた重ねていきます。これはさっきこう塗ったものの半分くらいに塗っていきたいと思います。このちょっと濃い茶色をここの目尻側に多く広くのせていきます。ぼかします。はい、ぼかした感じこんな感じです。で、このちょっと濃い茶色をいつものように黒目の上だけにのせていきます。ぼかした感じはこんな感じです。ではここでアイシャドウは完成しました。はい、ではカラーメイクの今日は紫を使っていきます。ずっと気になっていたクーピー柄カラーライナーのネプチューンパープルアイライナーを使っていきます。こういう感じでペンタイプになってます。ではこれを目尻だけに塗っていきます。トミーは中心から目尻にかけて跳ね上げます。カラーライナー引いていきました。こういう感じで中心からシュッシュッっていう感じでカラーのライナーを跳ね上げで引いていきます。
では反対も引いていきます。こっちも塗った感じ、こんな感じです。カラーライナーは終わりました。はい、では眉毛を描いていきたいと思います。眉毛は最初に眉尻から描いていきます。これいつものビボアイフルアイライナーのダークブラウンです。描いていきます。眉尻描いていきました。次にこちらのキャンメイクのパウダーアイブロウ12番を使って眉頭を描いていきます。では眉毛描きました。そしたら眉マスカラも塗っていきたいと思います。眉マスカラはヘビーローテーションのアッシュブラウンです。はい、では眉毛完成しました。ではつけまつげをつけていきたいと思います。つけまつげです。まつげつきました。はい、そしたら涙袋を描いていきます。さっきの001番のリメルの001番のこのここのちっちゃいところを使っていきます。はい、涙袋にキラキラさせました。じゃあそしたらまたクーピー柄カラーマスカラのネプチューンパープルのマスカラを塗っていきたいと思います。下まつげに塗ります。もう本当に紫。なんかいい匂い、いい匂いがします。
子、比べると紫になってます。反対も塗っていきます。はい、マスカラ塗り終わりました。結構紫が可愛いです。そしたら黒目の下にまたこちらのカラーライナーを塗っていきます。本当にナチュラルに塗っていきたいと思います。キワキワだけに。こんな感じです。こんな感じで黒目の下だけに紫を塗っていきます。はい、はい、ではハイライトを入れていきます。今日はハイライトのキャンディードールのチークカラーデュオストロベリーピンクを塗っていきます。この上のちょっと紫がかったハイライトを使っていきます。塗っていきました。今日はちょっと紫のアイメイクを目立たせたいのでチークは塗らないようにします。で最後に口紅でイヴ・サンローランです。イヴ・サンローランのルージュ・ピュール・クチュールゴールデン・ラスターです。はい、では口紅塗っていきます。ちょっとこれでアイライナーも口紅のやつに使ってみたいと思います。いける、リップライナーとしても使えます。多分リップ塗った感じ、こんな感じです。はい、では紫メイクの完成です。目アップ、今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。